1999年東京都知事選挙は、1999年4月11日に、執行された東京都知事選挙、第14回統一地方選挙の一環で実施された、前知事の鈴木俊一が推進した箱物行政の行き詰まり、バブル景気の崩壊による財政危機、首都機能移転論、大沖キに代表される、公害問題が争点化した。 再選出馬が有力視されていた青島幸男は人気切れの間際に不出馬を表明した。衆議院議員で民主党副代表の鳩山国夫が民主党を離党、議員辞職して出馬を表明し、陣太郎は鳩山を後継指名した。自民党は当初衆議院議員で自民党を東京都連幹事長の柿、沢孝二の擁立を内定したが、 陳藤が不出馬を表明すると移転、漢字、長森義郎の公明党が同調しやすい候補をの一声で、これは10月に成立する自治公連立政権に向け、自民、公明両党の選挙協力を円滑にするための布石であった。一方で内定を一方的に保護にされた柿沢は、森の決定に従わず、衆議院議員を辞職して、と知事選出馬を強行したため、 自民党を除名された。また、元東京大学助教授で、北海道知事選挙への出馬が取り沙汰されていた、タレントの増添ゾ一も、自民党を東京都連の一部に押され、無党派での出馬を表明する。元参議院議員で、対象大学客員教授だった、野添陳平も一時は立候補の動きを見せたが、撤回し、増添を支援した。テレビドラマ、三年 B 組。 金八先生のモデルになった、現中学校教諭で、元前道連議長の三上光も明るい、革新都政を作る会に擁立され、共産党推薦で立候補する。一方で、体調傾向の著しい社会党の後継政党である、社会民主党は、公認は愚か推薦すら出せなかった。告示日が間近となり、各陣営とも選挙戦に向けての準備を進めていた中、 1995年4月に国会議員在職25年表彰を受けた直後、突如衆議院議員を辞職し、その後しばらく政界から遠ざかっていた石原慎太郎が1975年、東京都知事選挙とは異なる立ち位置で出馬を表明する。この結果、保守陣営からは石原、鳩山、松添、赤市、柿沢の5人が乱立することとなる。なお、 石原は選挙戦中、古巣である自民党東京都連から解文書をまかれ、その文書をファックスで発信した人物を告訴し、自民党や都連が謝罪に追い込まれた。また、都知事選出馬は二度目のドクター、中松をはじめ、諸派、部所属の候補が大量に出馬し、都道府県知事選挙では、史上最多の計19名で争われた。中川秀樹は、 一切の選挙運動は行わず、津田信明の選挙候補及び政権放送は、1991年、東京都知事選挙の井入法以来の衝撃を有権者に与えた。なお、この選挙に出馬した、鳩山国を柿沢康二の衆議院議員辞職に伴う東京2区15区の補欠選挙も同時に執行された。19名。 届け出順各候補の得票率投票率は57.87%で、前回1995年の50.67%を大きく上回った。当日の有権者数は952万1120人で、投票総数は551万42票となった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金募集外教は以下のようになった。 教託禁断のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は、未発表のため暫定計算とした。結果は、告示日の直前に、後出しじゃんけんで出馬を表明し、石原プロモーション層での豪華な選挙戦を展開した、石原が、鳩山・舛添マスの東大同級生コンビにダブルスコアで、圧勝した。 同じく保守勢力から立候補した赤氏、柿沢は協託金の没収こそ免れたものの、それぞれ4位、6位に終わった。各政党の基礎票が分散する中で、共産党推薦の三上が前線した、都知事選挙得票数池袋ネット平成11年、東京都知事選挙開票結果東京都選挙、管理委員会、ありがとうございます。